やべ川大橋やべ川大橋やべ川大橋は、福岡県宮山市高田町と柳川市大和町の間を流れるやべ川にかかる有明海沿岸道路の橋である。首都間の距離261メートルは、コンクリート正車張り橋としては、日本一の長さである。2007年5月25日の記者発表において、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所は、 有明海沿岸道路高田 IC 山と南インターチェンジで建設されていた矢部川に架かる橋梁の基礎が柳川市側において約10センチメートル沈下していることを明らかにした。事前調査の想定を上回っているため、同年5月7日から柳川市側における上部高工事を中止、専門家への事前ヒアリングを行った上で6月12日に、 有明海沿岸道路橋梁検討委員会が設置されることになった。2007年6月12日に行われた第1回委員会では、沈下状況や調査、試験結果についての報告、沈下要因についての意見交換及び対策方針や今後の対応についての協議が行われた。このうち、沈下要因の特定については、次回委員会においてさらに検討されることになった。 2007年8月8日に行われた第2回委員会では、第1回委員会で行われた報告や意見交換、協議のほか、今後の沈下量についての予測推計や、対策広報の提案がされた。この中で、沈下原因としては、地下約60メートル前後の地層で、地下水などの影響から塩分が流出し、地盤の結合力が低下して、不安定になっている、と指摘した。また、 対策方法としては、地盤に荷重をかけて、沈下を早めて収束させる追加工事をすることを決定した。委員会では、荷重をかけると、山と南インターチェンジ側の橋脚は23から26センチメートル、高田 IC 側は4から8センチメートル沈下すると予測しており、橋脚の高さのずれは道路に勾配をつけて調整するという。当初、 有明海沿岸道路は2008年春に、大無田インターチェンジ大川西インターチェンジ 23.8km が開通する予定であったが、上記の通り追加工事が行われることになったため、2007年11月28日に行われた記者発表において、東京寮を含む高田 IC 山と南インターチェンジ 2.0km の開通については2009年春に、 延期されることが発表された。2008年1月28日に行われた記者発表において、大牟田インターチェンジ高田 IC、山戸南インターチェンジ大川中央 IC の開通日が2008年3月29日に決定したことが発表されるとともに、迂回路となる国道208号、浦島橋付近の混雑緩和への協力が呼びかけられた。 2008年5月16日に行われた第3回委員会では、沈下の原因についての意見交換や、沈下予測についての推定、沈下対策校の実施と今後の対応についての確認、提案がされた。この中で、橋脚の沈下についてはほぼ収束しているとされ、上部校の併合を行うことが決定した。同年11月8日、連結式が行われた。 矢部川大橋の開通により、有明海沿岸道路を経由した福岡県、大牟田市と大川市の間の所要時間は5分、短縮され、約35分となった。また、東大橋と並行する国道208号、浦島橋では大幅に通行量が減少し、朝夕を中心に、道橋付近で、たびたび発生していた渋滞も、ほぼ解消された。ありがとうございます。